こんばんは、ヒゲです、ディアブロ3の一ドクター編を、続けていきたいと思います。ヘイスリー、誰かいるよ。私たちが寄らないで。タイマーセットして。ここには何もないわよ。20分にセットしました。カウントダウンを開始します。まったくひどい時代よね。あなたが入ってきた時、あの妖刀の化け物と見間違えたわ。でもそうじゃなくてよかった。何か買っていく？何か売ってんの？お、ちょっと強いんじゃないこれ。知力プラス91だって。買いましょう。ああ、あとはそんな大したものは売ってない。ノックバックさせるのはいいよね。ノックバックさせるのはあれで欲しいわ。どんな宿屋を開きたいんだ？バンヘルシング。この世界は危険に満ちてる。ゆっくり休んで疲れを癒す。勝手に話が始まってんじゃん。安全な場所が必要なの。旅の中継地点のような。旅人の心の軽くしてやりたい。人生は重荷だらけ。助け合いが必要でしょ。マナが足りない。さて、ヘイスリー、ニューオリンズの気温は？アメリカのルイジアナのニューオリンズは暑いです。気温は32度くらいあります。なるほどなるほど。無理やりニューオリンズ設定にしてるんだけど。秘密はここよ。言われた通り隠しておいたの。父さんは私たちのことを疑ってるけど、結婚してしまえば何の問題もないわ。すぐに一緒になれるんでしょ？もちろんだ。すぐに穏やかな毎日を過ごせるようになるさ。畑を耕し、いまいましい、いや、可愛らしい子供を育てて、でもその前にこの異物は売っちまおう。そのために俺はここにいる友人と遠くに行かなきゃならないんだ。一緒に来るつもりか？そうとも。あんたは売買に詳しそうだしな。さあ出発だ。詳しそうか。こいつは偽物じゃねえか。もっと早く気づくべきだったぜ。そうだな。また人手が必要だろ。俺もこんな場所からは一刻も早く立ち去りたいんでね。まさかこの男の言う通りにするつもりではないだろうな。まあそれは。婚約者はどうする？婚約者？俺が結婚するような男に見えるかい？ところで俺はリンドンだ。まあ、とりあえず。アラリキュに関する言い伝えも、この寺院の様子も、心躍るものじゃないわ。なるほど。あなたが番人のアラリキュね。この呪われた地を永遠に監視しているとおじさんから聞いたけど、ただの神話だと思ってたわ。お前はネファレムか？いえ、ネファレムは滅んでから千年も経ってるわ。それもただの神話だ。この寺院に足を踏み入れられるのはネファレムだけだ。墓所から鍵を取り戻し、寺院の門を開けるがよい。その時、お前は自分が何者かを知ることになる。ついてこい。橋を渡れるようにしてやる。この先の森で二つの墓を探せ。ほう。戦士の休息所と、古の民の墓所だ。その中に我らの聖なる寺院の扉を開ける鍵が眠っている。
では行きましょうか。イニシエの暗い妖気がこの森を覆っている。あ、そっか、なんか間違えた、俺、あれ、これか。完全に物を処分してくるの忘れましたね。前回のまま来ちゃった感じですね。何これ、あ、これすごいじゃん。まあ、ちょっと使うかどうかわかんないですけどね。誰が？ヘイシリー、ディアブロって何？ディアブロに関するこちらの情報がブログに載りました。ご覧ください。それは別に。分かっているのね。おじさんはこの化け物。分かってるのね。翼持つ死と呼んでいたの。ヘイスリー。マフィア3って何？強くなったな。ウェブ検索でマフィア3に関する情報が見つかりました。ご覧ください。戦ってみたいと思っていたの。ヘイシリー、ジャクソン大統領って誰？ジャクソン大統領って誰に関するこちらの情報がウェブで見つかりました。ご覧ください。この戦士たちは誰に殺されたのかしら。その答えはなんだか嫌な予感がする。ほう、それはしないな。マナが必要だ。他を向かえ、あの犬どもの手に渡すな。犬ども、え、一応ゾンビドッグのことだったな。なぜ犬って分かった。さっきの骸骨はアラリクの仲間だったよね。でも私たちを襲ってきたわ。敵は大軍だ。だが我らの力を見せてやる。聖なる寺院の鍵を全て隠し終えるまで奴らを食い止めるのだ。敵の指導者悪魔ネレザに鍵を渡してはならない。我々の決意は微塵も揺るがる。最後の一兵まで戦うのだ。このイベントは最後のネクロマーサーの方が良かったね。マナが足りない。ハンバーグ。
するんです。もう持てないじゃん。まだ持てんの？あと2個か。一旦帰りますかね。そしてスキルも気になるし。これなんだ？おう。へぇー。爆発しなくなる。存在意義。ゾンビドッグ。ああ。ピラニア欲しいな。マナが足りない。こっち今すごいなんか壁とか無視して攻撃力だったらあれだったけどさ、そうじゃなかったら全然攻撃当たんないとこあったよ。今ちょっと凄めなお下げのやつ手に入れたんじゃない？いいんじゃない？町に戻ろう。町に戻ろう。さて。新書あんたのためにいい商品を見つけてきたよ。知力プラス58。なんかそんなに上がんないのかな。58でも。でもソケット2つもある。これ買っとってもういいんじゃない。これいらんかったな。さあ戻ろう。もう一つぐらいなんか技か重ねられそうだけどね。なんか沼地みたいなやつ。これで。マナが必要だ。ほう、分かったのね。
ある手に刀がついたらどこかで宿でも開こうかしら。生きてたらの話だけど。あなたにぴったりの仕事だな。もしあなたが仕事に困ってたら紹介状を書いてあげれば。ありがたい申し出だ。その話ってさっきしてなかったっけ。アラリクは次の戦いに必ず勝利すると言っているが、私は彼の瞳に真実を見た。おなぜ彼は栄誉の印を守るよう私に命じたのか。地上では森の中で仲間たちが虐殺されている。私には連中を止める術はない。完璧な一撃だ。うん、強え。これで終わりか。マナが足りない。すごい。子供の頃を思い出すわ。失われた遺物を求めておじさんとあちこちを旅したんだ。マナが必要だ。向こうで聞いたけどね。もうおしまい？もうおしまい？カメちゃん。死者の魂はここに。いにしえの民が墓泥棒よけに仕掛けた罠なんて大したことないだろうと鷹をくくっていたが、友人が次々と犠牲になった。俺たちは傲慢で愚かだった。そっか。俺もじきに彼らの仲間入りをするだろう。欲をかいたのが運の尽きだった。これは？ああ、なるほどね。それも捨てがたいな。まあでもまあイナゴが一番強いのかな。燃え盛るイナゴとか強そうだな。これいいね。呪詛。これをさ、モーチャの壁、モーチャの壁ちょっと使ってみようかな。ガルガンチュア、ほう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 、なんかちょっと使ってみようか。微妙かな。怖いけど。
りもさ、それよりもまだ、恐怖の顔、たま呪詛ビッグバッドブードゥも捨てがたいけども、ひょうい、これそのものはすげえ強いんだよね。けど、よし、うなぎの釣りにしよう。一緒にこういう場所を探索したの。当時のことを思い出すの。私もこの初めての土地での悪魔狩りを楽しんでいるよ。私は幸せな記憶という意味で言ったのね。私もだ。どう？この組み合わせ。カルディウムが懐かしい。なぜだ？とても大きく美しい街だったの。商店や新しい発明で活気にあふれていてね。いつも何かしら目新しいものがあって少しも退屈しなかったわ。あれだね、そういう目で見るとさ、ここがニューオーリンズ郊外のなんていうの、湿地帯に見えなくはない、ね、自由が開かれた。無理やりか。ラで万人たちを倒すのだ。了解した。彼らは我が兄弟。そうしよう。待てよ、兄弟。戦う。マナが足りない。すごいダメージ与えたけど。しまった。我らの子は弱く短命だ。悪魔ネレザは彼、高潔な英雄がマグだ。そこにいるのはエマーイ。お前の母親もすぐに同じ目に遭わせる。その破片は私のものだ。ジーンをこいつらの血で朱に染めろ。母も同じ目に合わせると言っていたけど、まさか母は今も生きてるの？あの女の言葉は嘘と狂気に満ちて、信じるの？信じる。君に大きな力があるとか言っていたが、あっけなかったわね。あの女は私たちをもてあそんでいるのよ。おじさんのところに戻りましょう。戻らなければ。おい、取ってきたよ。水没した寺院にマグダがいた。今頃は最後の破片を探しているはずだ。あの時、うん、
一条の光が漁村へ向かっていった。きっとワーサムだもん。さすがリアだ。私もリに話をするのだ。というわけで、今回は、このぐらいにしましょうか。次回ですね、ワーザムの方に向かいたいと思います。では、ご視聴ありがとうございました。ヒューエでした。って後ろになんか見たことないものがありますけど、あ、ケインの書物ここにあるの。あ、未鑑定のアイテムありません。あれ、鑑定って別に持ってたらできるんじゃないの。まあいいか。では、バイバイ。